皆さんおはようございます。7月7日日曜日、時刻は5時を回りました。ウェザーニュースライブモーニング、このお時間は小川千奈が担当してまいります。3時間よろしくお願いいたします。今日は東日本から西日本にかけて強い日差しが照りつけます。現在すでにもうまだ5時ですが、福岡では30度に達しているような状況です。この後猛暑日予想のところも多くありますので、十分にお気をつけください。では現在皆さんからいただいている朝一リポートをご紹介していきます。こちら福岡県北九州市の方から届いた朝のリポートです。明るくなり始めた空、もう青空と白い雲に怪しい雲も見えます。風はそよ風といただきました。こちらは北九州市の空ですが、すでに明るくなってきている様子、そしてちょっと怪しい雲もあるようです。今日は九州東シナ海側を中心に午前中ほどパラパラと雨の降る可能性ありますので、お気をつけください。もう30度に達しているところが福岡出てきています。では2枚目見ていきましょう。神奈川県平塚市の方からです。ありがとうございます。今日も暑くなりそうですと届きました。神奈川県の上空、ちょっと雲が多めなようです。オレンジ色の朝焼けの空見えてきていますが、はっきりと太陽を確認することはできません。ただこの後関東もかなり気温が上がり、危険な暑さとなりそうです。今日は無理な外出はお控えください。暑くて目が覚めたというコメントも届いており、寝苦しい夜になったところも多いですね。では最後のリポートです。北海道根室市のやっさん、ありがとうございます。4時50分あたりをぐるっと撮影、霧の朝です。外にいると体が冷えてきます。視界が悪いので車の運転に注意ですと、根室の方からは体感報告、しっとり肌寒いで届いています。北日本と西日本で全く体感異なるようなんですが、朝は霧がかなり発生しており、視界が悪いと現地の方からもコメントが届いております。この後も車の運転される場合など特にお気をつけください。以上いただいたリポート3枚ご紹介していきましたが、ここからは予報センター山口さんと一緒にこの先の天気を見ていきます。山口さん、よろしくお願いします。まずは現在のお天気ですが、北海道では霧が発生しているということですね。そうですね、北海道東部太平洋側というのはね、この時期、はい、南寄りの風が吹くとね、霧っていうのはよく出るんですけども、はい、まあ、まさにね、そういった条件が今日の日中も続いていくことになりそうですね。はい、ただその他のエリアでは今日は概ね晴れるところも多くなりそうですね。そうですね、はい、西日本東日本は猛烈な暑さに警戒、あと東北は特に日本海側で大雨に対して注意警戒となります、はい、で現状をご覧いただきましょう。その西日本東日本、現在九州の東シナ海側で弱い雨の降っているところがあります、はい、まあ、西寄りのこの湿った空気の流れ込みによる雲なんですけれども、これは主に午前中まででして、まあ、午後は雨の方は弱まっていく見込みです、はい、一方でこちら東北地方の北部、秋田県内についてはかなり活発な雲が入ってきました、はい、で今日の特徴ですけれども、今日はですね、日本海に低気圧や前線がありまして、その南を通過するような形で、はい、東北の日本海側に非常に水蒸気量の多い空気が流れ込みます、はい、これによってこちらは、ね、雨雲が発達をしまして、はい、まあ、大雨になる恐れがあります。一方、西日本や東日本は南の太平洋高気圧の圏内でして、晴れて猛烈な暑さとこういったところが出ていきそうです、はい、でまずその東北の雨から見ていきます。今も活発な雲かかっておりますけれども、はい、今日の日中にかけても秋田県を中心に雲が発達しやすいです、はい、で午後は山形県についても強い雲が流れ込んで激しい雨となる恐れがあります、はい、東北エリアは、ね、特に明日にかけて多いところでは100ミリ以上の雨が見込まれます、はい、地盤の緩み、河川の増水などに警戒をしてください、はい、一方で西日本東日本、九州の雨は午前中まででして、午後にかけては日の差すところが増えます、はい、まあ、それ以外のところはもう朝から強い日差しが照りつける1日となる見込みで、はい、昨日は、まあ、関東など、ね、東京都心なども激しい雷雨となりましたけれども、
今日はだいぶ大気の状態が安定してきます。概ね晴れて、大きな崩れなく経過するところが多くなりそうです。はい、この晴れるところでは気温も上がるということで、福岡すでに30度を達しているところありますね。そうですね、はい、福岡はここまでのところを、最低気温としてですね 30.0 度方で、経過していたような状況になります。はい、ですのでこちらに関してはですね、下がりきらなかった、こういったところが言えます。一方で今日の日中ですけれども、福岡市は36度予想、今シーズン一番の暑さとなる見込みです。その他名古屋、長野、仙台も今シーズン一番の猛烈な暑さを想定しておりますし、東京も2度上がって36度を、昨日より2度上がって36度を想定しております。西日本、東日本に関しては、広範囲で極めて危険な暑さということになります。特に北関東も、38度、39度といった値になる見込みでして、広い範囲で見ると、今日が大きな暑さのこれピークということになりそうです。はい、今シーズン一番の暑さとなるところ今日も多くありそうです。すでに30度超えている地点もありますので、この後も無理な外出はなるべくお控えください。そしてこの後の空読みポイント、おしまいに教えてください。はい、今日はこちらですね。はい、まず一つがこの東北北部、一部北海道道南エリアです。こちらは黒い雲広がってきた場合は強い雨や雷雨のサインとなります。はい、今日この後も大雨に対して注意警戒を続けてください。はい、そして北海道の大部分と東北の南部から北陸の一部、こちらは下がる雲の底、雨が近いサインとなります。低気圧や湿った空気の影響を受ける領域でして、この辺りも、ちょっとにわか雨にはお気をつけください。はい、そして奄美や沖縄、こちらはもう基本的に夏空なんですけども、このところもそうです。もくもくとした雲、近寄ってくるようですと天気急変のサインです。一時的な雨ということになりそうです。はい、この後北陸などでも雨が降り出すところがありそうです。強まるタイミングなど、この空の変化にお気をつけください。以上、ここまでは予報センター山口さんの解説でした。山口さん、ありがとうございました。それでは今日のお天気をここからはアイコンでお伝えします。7月7日日曜日、今日の全国のお天気です。西日本から東海、関東にかけて夏の高気圧に覆われて強い日差しが照りつけます。まずは西日本です。沖縄は青空が広がって強い日差しが届きます。午前中ほど東シナ海側では弱い雨の可能性がありますが、九州から近畿にかけても日差しが照りつけ、昼間は健康を脅かすレベルの暑さになるところがありそうです。冷房が一日中活躍します。次に東日本です。各地夏空が広がりますが、北陸では午後から雨の降り出すところがあります。強い日差しに加え、上空には真夏でもそれほどないレベルの強い暖気が流れ込むため、危険な暑さになる予想です。東京都心や名古屋市などでも35度以上の猛暑日予想ですので、お気をつけください。続いて北日本です。低気圧や前線の影響で雨の降りやすい一日です。雨雲が発達し、局地的に雨が強く降る可能性があります。特に東北北部の日本海側などで雨が強まりやすい見通しですので、注意が必要です。風も強いため、横殴りの降り方にもお気をつけください。以上、全国のお天気をお伝えしました。改めまして、皆さんおはようございます。引き続きウェザーニュースライブモーニングは小川千奈が担当していきます。よろしくお願いします。さて、今日は今シーズン一番の暑さになるところがありそうですが、今日逃げ場がないぞ、暑いってことですかね。はい、東北行きたいぞ、北海道もね、ちょうどいい体感のところもありそうですが、ここ連日ですね、この暑さ続いています。まず昨日もかなり暑くなったので、昨日について振り返っていきますが、昨日はしっかりと日差しが届いた西日本を中心に暑くなりました。最高気温が35度以上の猛暑日地点は、100地点を超えたということです。昨日は100地点以上猛暑日がありました。
そして15時までの最高気温が全国で最も高くなったのは徳島県美馬市、穴吹と高知県本山町で 37.6 度を観測したということです。その他京都府福知山市で 37.2 度、愛媛県西条市で 37.1 度など体温並みの厳しい暑さになっています。また名古屋市は3日連続、大阪市は2日連続で35度以上となり、全国の猛暑日地点は124地点だったということです。ほぼお風呂ですということで、そうですよね、普段のこう通常の体温が36度前後っていう方が多いと思うので、だいたい体温ぐらいだったり、ちょっと体温を超えて微熱ぐらいの暑さだったところも多かったということです。ということでね、昨日もかなり暑くなったんですが、今日七夕かなり暑くなりそうです。日曜日ということで、やっぱりお出かけ考えている方もそれなりに多いと思うんですけれども、皆さんもね、暑さに気をつけて、今日はこう冷房が効いた部屋で過ごすとか、無理な外出は控えた方が健康のためにも良さそうです。ただやむを得ずお仕事などで外出しなければならない方もいると思います。そのような方はしっかり水分補給、塩分補給を取るだけではなく、この後もですね、なるべく涼しいところでお過ごしください。はい、アスファルトの上も40度超えるということなので、お散歩などもちょっと日が沈んだタイミングなどをね、狙った方が良さそうです。ここまでは昨日の暑さについて振り返っていきました。では今皆さんどのような体感報告なのか、届いた最新の報告こちらです。皆さんの報告見ていくと、すでに蒸し暑いピンク色の報告がこれだけ届いているということになります。まだ内陸部ほど肌寒いだったりちょうどいいと届いていますが、そんなエリアもこの後はきっとあと数時間すると真っピンクだったり、ちょっと黄色だったりオレンジ、暑いという報告もっともっと増えてくることかと思います。福岡どうでしょうか。最低気温が30度というか、昨日ね、気温下がりきらずに30度今も超えているということだそうです。今福岡30度超えですので、蒸し暑い報告これだけいただいています。そしてさっき北海道では肌寒いと根室の方からリポート届いていたんですが、今確かに北海道からは肌寒い報告何件か届いています。千歳の方からはエアコンつけたとコメントも届きました。ここまでは届いた報告で体感見ていきました。では最低気温ランキング高い順で見ていきます。1位が福岡県福岡、これ最低気温なんですが5時で 30.0 度となっています。その他2位は沖縄県北大東伊原まで 29.6 度、なんか最高気温なんじゃないかと思ってしまうぐらい気温が高く、福岡県は最低気温が 30.0 度だったということです。どうですかね、きっと今福岡県から見ていただいている方も多いと思うんですが、ぜひアットマーク地点をつけて今の体感だったり、あとこう暑さ対策、エアコンつけてますとか教えてください。いや、最高気温ランキングじゃなくてこれ最低気温ランキングですからね、高い順にしたものになりますが、最低気温が30度超えのところがある、そしてもう29度超えのところがあるということです。今日もこの後暑くなりそうですし、この福岡も今日36度予想となっております。この後もなるべく涼しいところでお過ごしください。ではお天気も見ていきましょう。ここからは実況でお天気見ていきますが、まずは届いた報告から確認していきます。現在広く晴れています。東日本西日本は晴れているんですが、雨のみにしていくと、まず九州の東シナ海側を中心に雨が降っています。今日は高気圧の縁の周りですね、湿った空気が流れ込みやすくなるため、午前を中心に雨が降りやすいです。あとは関東も意外と今雨の報告が届いているようで、こう曇り報告などをなくしていくと雨報告これだけ届いているということになります。昨日は関東かなり雷を伴った激しい雨が降ったタイミングがあり、停電などもね発生していたというのを見かけました。皆さん大丈夫でしたでしょうか。この後も安全な場所からポストお願いします。そして今秋田県で豪雨レベルの報告これだけいただいているんですが、
秋田県には活発な雨雲がかかっていることが確認できます。この後明日にかけて激しい雨、大雨となる見込みですのでお気をつけください。北海道も 道南だったり道東、あとは東北とエリア結構バラバラなんですが、雨報告それなりに届いています。沢レベルであったりザーザーレベルも一部道東から届いていますので、この後もお気をつけください。北日本、北陸はこの後も雨が降りやすくなりそうです。ここまでは届いた報告見ていきました。それではですね、豪雨レベルの報告も届いているということなので、降水量ランキングで見ていきましょう。やっぱり秋田ですね、1位から5位すべてが今秋田県です。今ちょっとガラッと変わったんですが、また秋田県ということで、1位が秋田県男鹿で13ミリ、同じく男鹿新山で13ミリと男鹿周辺で降っているようです。3位は五城目と大型で12ミリ、各地で10ミリ超えているところが秋田県内にあります。やっぱり秋田県内北部の方ほど今豪雨レベルの報告届いていますが、この後太平洋側にもかかってくることがあります。十分にお気をつけください。ではそんな秋田県のお天気を含めて、ここからはエリアごとのお天気アイコンで見ていきましょう。ウェザーニュースアップデートのお時間です。北海道エリアの今日のお天気をアイコンで見ていきましょう。雲が広がり雨が降ります。一時的にザーザーと雨が強まり、渡島半島ほど激しい雨や大雨の恐れがあります。日本海沿岸部では強風による横殴りの雨に注意が必要です。週末のお出かけには傘をお持ちください。予想最高気温は札幌で25度、網走では27度です。雨が降っても気温は高めで、ムシムシとした暑さになります。以上、北海道のお天気でした。東北エリアの今日のお天気をアイコンで見ていきましょう。南部で日差しが届きますが、北部を中心に雨が降ります。日本海側ほど一時的に激しい雨や大雨の恐れがあり、沿岸部では強い風による横殴りの降り方にも注意が必要です。予想最高気温は福島で35度、秋田では24度となっています。昼間は南部ほど厳しい暑さで、熱中症対策が必須です。以上、東北のお天気でした。関東エリアの今日のお天気をアイコンで見ていきましょう。強い日差しが照りつけて気温がぐんぐん上昇します。昼間は健康を脅かすレベルの暑さになるところがありそうです。予想最高気温は東京で36度、前橋では38度です。各地で猛暑アイコンが広がっています。熱中症に厳重に警戒し、屋内でも冷房の活用をしてください。外出を昼間は控えた方が安心です。以上、関東のお天気でした。中部エリアの今日のお天気をアイコンで見ていきましょう。強い日差しが照りつけて昼間は健康を脅かすレベルの暑さになるところがあります。また北陸では昼過ぎ以降雨が降り出す可能性があるためお気をつけください。予想最高気温は名古屋で38度、金沢では34度です。中部も猛暑アイコンのところが多くなっています。熱中症には厳重に警戒し、こまめな水分補給、屋内でも冷房の活用をしてください。以上、中部のお天気でした。
近畿エリアの今日のお天気をアイコンで見ていきましょう。日差しが照りつけて気温がぐんぐん上がります。昼間はかなり厳しい暑さになりそうです。予想最高気温は大阪で34度、京都では36度です。熱中症に厳重に警戒し、昼間は外出を控えた方が安心です。以上、近畿のお天気でした。中国、四国エリアの今日のお天気をアイコンで見ていきましょう。強い日差しが照りつけて気温が上がります。予想最高気温は広島で34度、高松では36度です。熱中症に厳重な警戒が必要になります。屋内でも冷房を活用するなど、屋内外問わず熱中症対策を行ってください。以上、中国、四国のお天気でした。九州、沖縄エリアの今日のお天気をアイコンで見ていきましょう。まずは九州です。午前中は東シナ海側を中心に雨がパラパラと降っているところがあります。ただこの後天気は回復し、各地で日差しが届く見込みです。予想最高気温は福岡で36度、宮崎では37度の予想となっています。気温がぐんぐん上がり、昼間は健康を脅かすレベルの暑さになりそうです。熱中症対策を万全に行ってください。続いて沖縄です。青空が広がって強い日差しが届きます。昼間は真夏らしい厳しい暑さとなり、熱中症対策が必須になります。予想最高気温は那覇で34度です。またもくもくとした雲が迫ってきたら、にわか雨にお気をつけください。以上、九州、沖縄のお天気でした。ここまではエリアごとのお天気アイコン見ていきましたが、やはり猛暑アイコンのところが多く、今日も熱中症対策が必須です。そこでアプリから熱中症情報を見ていきましょう。ウェザーニュースアプリメニューボタンから熱中症情報というところをタップすると、今日どれだけ熱中症に注意が必要なのか、すべてで6段階のレベルに分けて教えてくれています。この紫色のお日様が非常に危険ということで、一番マックスのレベルなんですが、アイコンの説明見ていくと、不要不急の外出は控えてください、昼夜問わずエアコンを使ってくださいという、こう命に危険が迫っているようなレベルになります。そして明日の昼間比較していくと、明日も引き続きこの非常に危険なレベルのところもありそうです。このアイコンから見ていくこともできますし、現在地周辺というところを押していただくと、時間ごとでどのタイミング特に危険なのか確認できます。合わせて気温だったり湿度も確認できますが、今日もこのスタジオ周辺は 60% の湿度を超えているということで、日中もムシムシジメジメとした不快な暑さになりそうです。あとは週間で見ていっても非常に危険が明日も続く予定ですので、やっぱり引き続きですね、不要不急の外出は控えていただき、熱中症対策を行ってください。では今日は日曜日ということで、素敵な一日をお過ごしください。この後5時30分から番組再開です。皆さん、今日はですね、一旦止めます。これやむの？わかんないっす。ウェザーニュースはなんて言ってんの？はい、ウェザーニュースはなんて言ってんの？一番当たるお天気アプリウェザーニュース、無料やで。
皆さんおはようございます。7月7日日曜日、今日は七夕、ウェザーニュースライブモーニングは小川千奈が担当しております。引き続きよろしくお願いいたします。時刻は6時30分を回りました。日曜日ということですが、皆さん早起きですね。ぜひ素敵な一日をお過ごしいただけたらと思います。後半もファイトと頑張っていきましょう。あ、常に春の土地に住みたいといただいていますが、常夏っていう言葉がありますが、常春っていうことですね。確かに常に春か秋のところに住みたい。私秋が好きかもしれないですね。秋ちょうどこうイチョウの葉っぱが落ちるあたりが好きかなと思うんですが、今まではね夏が好きって言ってきてたんですけど、お祭りが好きなので、ただなんかもうこのねどこにも行けない、昨日もどこにも行けなかった。最初はその確かさやねさんのお披露目の時にまゆちゃんと2人で好きな季節を聞かれたんですよ。夏って答えたんですけど、なんか関東に来てから夏あんまり好きじゃなくなりました。もう昨日も一昨日もどこにも行けない、もうどこにも行けない日々が続いていますね。え、日没してからどっか行こうかなって思っても結局ね蒸し暑くて行けなくて、夏が好きだったんですけど秋か春がいいですね。春とかだとお天気も落ち着いていますし、すごくいい季節だなって思えるようになりました。さて今日はねとにかく夏本番の暑さがあります。救急搬送される方も増えてきているっていうことで、命にすごく関わる危険な暑さになっておりますので、この後も気温の上昇に気をつけて、今日は不要不急の外出はなるべく控えてください。ということでここからは引き続きお伝えしていきます。これが東京方面のお天気カメラです。確かゾゾマリンスタジアムのちょっと近くに昨日はライブ会場みたいなのが設置されていて、海沿いのところですかね。それでたくさんの方で賑わっている。あ、ここだ。今日もあるんですかね。日曜日だからきっとあるのかな。なんか昨日私番組終わってコーヒータイム中見てたら、もうこの歩道橋もいっぱい人がいたり、ここにもたくさん人がいて、あ、ステージありますね。なんかいいな。じゃあ屋外ライブあるんですね。暑いよね。あ、これ小林公園って言うんですか。あ、そうなんだ、リーちゃんの公園だった。あ、ここに行ったんですか、お散歩。あ、ここまで歩いたんだ、リーちゃん。でもお散歩するにはあの頃が一番いい季節でしたね。あ、アイドルライブがやってるんですか。へえ、なんだろう、何のアイドルが出るんだろう。あ、聞きました、スタッフさんが今日行くって。聞きました聞きました、誰かが言ったんですね。はい、なんか女性2つさんが行くって言ってたんですけど、もう夏フェスは無理やとコメントも届いています。私はなんだろうな、高校生の時にそれこそ石垣ミュージックフェスティバルっていう、岩手ってお城がないんですよ。もう跡地が石垣しか残ってないんですけど、その石垣が残っている公園でミュージックフェスティバルとかやって、私の高校生の時はイントネーションわからないんですけど、ワニマさんが来て、あと狼の仮面をかぶったマンウィザーミッションさんとかが来て、はい、行きましたね。あの頃は良かったなと思いますが、何ですか。はい、あ、この前ゲストで来てくださった高嶺のなでしこさんが今日このライブに出演されるって。あ、そうなんだ。へー、そうですよね、イブニング以降のキャスターさんが
こうゲストとして対応したんですけれども、高根のなでしこさんというアイドルの方がゲストとして出演してくださったんですけれども、そんな皆さんが今日このステージに立たれるということです。こういった屋外の、ね、ステージだったり、あと今日それこそ七夕祭りとかにお出かけされる方も多いと思うんですけれども、この直射日光すでにテントの影ができていますので、なかなかねそのフェスティバルで日傘を差すことはできないと思いますけど、帽子とかなんかそういったね日差し対策と、あと本当にハンディファンとかいろんな暑さ対策グッズで過ごしていただけたらと思います。やっぱり暑いとは言ってもね、こういうイベント楽しみたいなって思う方も多いと思うので、そういった方はこまめな水分補給忘れずに楽しんでください。では今日の気温見ていきましょう。ね、見ていくと今真っ先目に入ってきたのが名古屋の38度アイコンでした。なんかこうね普通に出ていますけど35度を超えているところがこれだけあるということになります。東京、長野、福岡36度予想です。その他も35度に近いところも出てきていますのでお気をつけください。またねこの北日本は気温で見ると20度台だったりするんですけれども、体感としては蒸し暑い、ジメジメと不快な暑さになりますので、こちらも熱中症対策は必要です。では体感の報告見ていきましょう。すでに蒸し暑い報告が届いています。徐々に北日本の肌寒い報告も減ってきてちょうどいいとか、あと北海道の中でも蒸し暑い報告が出てきました。いいな、北海道行きたいなってずっとコメント見て思ってます。北海道の札幌にあるねサンドリアさんっていう24時間営業のサンドイッチ専門店があるんですけど、私そのお店がすごく好きで、なんかすごく安いんですよね。サンドイッチだけが売ってるんですけど、なんかそういったね北海道グルメが好きなので、かつ涼しい北海道に今私すごく行きたいなと思いながら番組をお届けしております。西日本はカラッと暑いという報告が出てきていますので、この後もこのね直射日光が届くところを特にお気をつけください。ここまで皆さんの報告合わせて実況で気温について見ていきました。そんな今日は熱中症対策必須です。それこそねそういった屋外イベントにお出かけされる方もいると思うんですが、皆さんの熱中症対策リポート見ていきましょう。あーこの前買いました、これ。はい、買いました。石川県野々市市の方、さそり座さん、ありがとうございます。熱中症対策にネッククーラーを買いました。首元が気持ちいいですと届いています。こちらいいですよね。首元冷やすだけで本当に違うんです。これしかも冷蔵庫に入れたり冷凍庫に入れたりすることで冷えるんですけど、すぐに冷たくなってくれてすごく私気に入っています。今いろんな柄があるのでお気に入りの柄選ぶこともできますし、私はすごい大好きなキャラクター、ネズミさんのキャラクターのを買ったんですけど、あ、フェスでは必須です。そうですよね、皆さん結構屋外でもつけてる方多いので、こういったね熱中症対策グッズ必要になると思います。お部屋仕様で節電対策にもなりますし、繰り返し使えるこういったね熱中症対策グッズも届きました。この前たこ焼き作った時もずっとこれつけながらやっていましたが暑いですよね。では続いて見ていきましょう。あ、なんか CM に使われそうな大分県大分市のようちゃんさんからのリポートありがとうございます。熱中症で昨日痙攣と今朝嘔吐、ポカリで水分補給中、気温上昇中で動脈冷やしています。こんなに昨夜から飲みました、また暑くなりそうですと、実際に熱中症になってしまった方からのリポートです。痙攣と今朝嘔吐されたということで、やっぱりね命に関わるものになります。ただこうね予防もできるものではありますので、ある程度はね予防ができる、症状になります。ぜひねこう症状が出る前にこまめな水分補給であったり、あと実際にねなった方からも注意喚起としてリポートが届いていますので、こういった、スポーツドリンクであったりお水、あとは経口補水液など飲んでいただいて、しっかりとね熱中症対策していただけたらと。そうなんですよ、水分補給の種類も大切なので、お茶とかコーヒーとかカフェインが入ったものではなく、そういったお水、スポーツドリンク、経口補水液などを飲むようにしてください。では続いて見ていきましょう。
兵庫県神戸市のワオさん、ありがとうございます。西日対策にすだれをつけました。少しはマシになるかなといただいています。こちらすだれのリポート、また夏らしい風景ですね。少しでもこういった、はい、日差しを遮るもの、遮光カーテンとかでもいいと思いますし、なるべくね日に当たらないっていうのも大切だと思います。上空も青空が広がってきていて、今日も神戸暑くなりそうです。こういった日差しの対策も行ってください。そうですね、外出る方は日陰をなるべくこう探して歩いていただいたりとか、あとは日傘防止などで日差しを遮るような対策をしてください。だいぶね太陽浴びると浴びないで違うと思いますので、すだれがねかなり違うと思います。日差しが暑いということでした。では続いて、神奈川県川崎市の茶子さん、ありがとうございます。買っちゃいました。先日まで扇子だったけど仰ぐのも疲れます。危険な暑さが続きます。熱中症対策をしっかりとしましょうと届きました。こちらは川崎市の方から届いたリポートですが、皆さんも持っているでしょうか、このファンディファン。私も持っています。はい、これが私のファンディファンですが、わかりますかね、この私の触覚、髪がこうねなびく感じで、あの番組中もずっと使っていたら電池が今4つメモリあるんですけど、あのちょっと今電池が1つなくなっちゃって、マックスがね、早く隠してここ見つかっちゃった。はい、いやこれいいんですよ。これね、なんか無心で無意識でずっとポケッとした無表情で5分間の休憩こうやってやっていたら、スタッフさんがこれ映したいですねって言ってて、はい、こんな感じで5段階変えられるのを買いました。結構強風で、はい、届くのを買って、結構店頭に行くとお試しでね、こう風量確認できるものもあるので、私実際に確かめて購入したんですけど、白とピンクとグレーが選べて、グレーを選びました。で結構しっかりしていて、あとは今だと結構街中でもね、こう首にかけてこれを持っている方見かけるんですけど、これもね実はここにストラップの穴がついていて、かけられるようになっています。ですのでね、こうお出かけにこういうの持ってっていただいて、私常にこうやってますけどはい、重さ的にもね軽くはないんですけど、そんな負担にならないですし、あと外とにかく蒸し暑いので外でも使っています。さっき隣で山口さんがこれ外だとどうなんですかって聞いてきたんですけど、外でも全然ね快適に使えます。むしろこう自分の周りだけ涼しいみたいな。はい、 いいんですよこれ。グレイを選びました。グレイ、あのね、そういったグループさんもいますけど、日傘もさせる、あ、そうなんですよね。だから日傘さしながらこれとか、あとスタッフさんがね、あの前女性スタッフさんが日傘にこれをつけられるものを持ってました。日傘とセットみたいな、日傘にカチャッとはめられるのを持ってたんですけど、そういったねすごい機能性のあるハンディファンも最近増えているっていうことなので、あとこれ本当は台座がついていて立てられたりもしたり、そうなんですよ、あと台座ね、こうやってこう首回しできる、何でした、首回しこうね、はい、首振りができるものとかもハーディファーあったりしますので、なんかここだけも涼しくなってしまってますけど、皆さんもねぜひ、あの、あ、風の音聞こえても、失礼しました、はい、大丈夫ですか。そう、それだけね風量があるということなのでマイクに風当たってましたかもう止めましたけど、はい、しっかりね風が出るもの宇宙人やってじゃあ後でねやろうかと思いますけど、はい、あの皆さんもそういったねこう、あの対策をリポートで送っていただけると、いろんな皆さんと共有して、あ、こういうのあるんだっていうのが分かりますので、ぜひ皆さんもね教えていただけると嬉しいです。ということで今日も暑さ本当に危険ですので、こういった対策グッズ使いながら一緒に乗り切っていきましょう。では改めて熱中症を避けるにはというのにお伝えしていきます。運動やお風呂で汗をかく、こまめな水分補給をとる、天気予報をチェックする、脱ぎ着しやすい服装を心がける、日差しを避けるの5つになっています。
この後も熱中症本当に対策が必要なぐらい暑くなりますので注意が必要です。そして熱中症情報はですねアプリからも確認することができますので一緒にアプリから見ていきましょう。ウェザーニュースアプリ熱中症情報というところをタップしていただくとここから確認できます。非常に危険外出控えてくださいというレベルのアイコンがこれだけ多くありますが現在地周辺というところをタップするとここから詳しく確認できます。12時から16時までこのスタジオ周辺も非常に危険で気温も36度まで上がりそうです。そうですね午前中も32度ぐらいということでかなり私溶けそうなんですが皆さんもね午前中からすでに30度超えているところが多くありますのでこの後も十分にお気をつけください。週間の予報もあらかじめ確認することができます。明日からまたお仕事始まる週明けということなんですがこちら週明けも非常に危険がこのスタジオは続きそうです。その他そうですね福岡見ていきましょう。気温が下がりきらずに今日は最低気温30度だったということなんですが福岡例えば見ていくと福岡に関しては火曜日まで非常に危険アイコンが続いています。あとはこの先こう予報のブレ幅もありますので日付が近づくにつれてまた多少変化があるかもしれません。この後も熱中症対策にはこちらのアプリ熱中症情報をご活用ください。ではここからはお天気について見ていきましょう。まず皆さんから届いた報告見ていきます。見ていくと現在は北海道から東北北部を中心に雨報告で5レベルの報告が青森の方にも出てきました。広く現在しっかりとした雨の降り方で局地的に活発な雨雲がかかっています。また渡島半島や北海道札幌周辺にも雨雲かかってきていますのでお気をつけください。東北南部から九州にかけては広く晴れているんですが関東の雨報告ほとんどなくなりました。ただ近畿エリア一部雨報告です。そして東シナ海側を中心に現在広く雨です。局地的に小さな雨雲かかっていますので午前中ほど雨にお気をつけください。沖縄見ていくと現在晴れているところが多いということがわかります。では実際どうなっているのかライブカメラ空カメから見ていきましょう。こちら見ていきたいと思います。北から見ていきましょう。先ほど渡島半島周辺かかっていましたが函館市湯の川地区こちら黒っぽい雲が広がっていて多分今雨降っていると思います。この後雨降り続きそうですし明日まで続きそうですのでお気をつけください。湯の川地区のライブカメラでした。では現在5レベルの報告が届いている東北北部見ていきましょう。盛岡の向かい中の雨が降っています。視界がぼやけるタイミングがありますのでこちら雨降っていますし雨粒がついているということで、はい、このようにかなり黒っぽい雲が広がっているということがわかります。鹿角の空もかなり暗いですしこちらも雨が降っているということがわかります。東北北部を中心に雨でこちらもライブカメラの中に雨粒がところどころ映っております。ただ北陸この後雨が降り出す予定なんですがまだ青空が広がっているところが多く河北市こちら青空が広がっています。雲の流れがね非常にわかりやすいライブカメラで、あとはツバメチャンネル、ひなさんが孵化したということなんですが卵が孵化したということでち
ょっと様子は見にくいですが、親鳥さんの様子がわかります。そして関東を見ていきましょう。あ、失礼しました。こちらは杉並区晴れていますが、しっかりと神奈川県川崎市は晴れているということがわかります。雨エリア見ていくと、九州の方雨報告先ほどたくさん届いていましたが、こうパッと見るとライブカメラの、ね、サムネイルは青空なんですが、どうですかね。先ほど九州の報告見ていくと、雨報告のみに変えていくとどのあたりかな。やっぱり福岡各地で届いていますよね。鹿児島周辺とか見ていきましょうか。さあ鹿児島あたり、やっぱりさっきの、熊本と比べるとちょっとまた空が違って黒っぽい雲が広がっていることがわかります。どんよりとした雲が広がっている様子。この後も午前中いっぱいはこの空の変化お気をつけください。ということで雨のエリア中心に確認していきましたが、この後もですね空の変化には十分にお気をつけください。そんな今日は、はい、雨エリアでね見られなかったという方も多いと思いますので、朝一リポートで届いた朝焼け見ていきましょう。朝一リポートのご紹介です。こちら長野県からです。長野県北安曇郡の方ありがとうございます。雲の隙間から朝日がちらり、雨粒をつけた紫陽花がキラキラ綺麗でしたと届いています。この時期らしい紫陽花とその隙間から届く朝焼けの様子届きました。では続いて見ていきましょう。岐阜県岐阜市のからしなさんありがとうございます。ぼんやりハローともなった朝日ですと届きました。こちらは太陽の周りにハローが見えます。あ、各地で見られてました。ハロ報告が届いていたというスタッフさん情報もありますが、朝日の周りにハロが見えるっていうリポートが今朝は多く届いたようです。絵になるということで、ハロハロハローとコメントも届いています。では続いて東京都台東区の方からです。隅田公園から朝日が霞がかったスカイツリーを照らし始めてきました。汗が噴き出しシャワーしたてのようですわと届きました。これ届いたの5時18分なんですが、それでもこの時点で汗が噴き出すような暑さと届きました。お散歩の時間5時台でもそれぐらい暑いということで、いや私思ったんですよ、なんか生活しているだけで暑いなって昨日も思ってたんですけど、もうねもう暑さ対策必須ですし、ただこの景色はすごく綺麗で、早朝のお散歩の様子をお裾分けいただきました。5時台ですでに暑かった台東区。では最後はちょっと爽やかなリポート見ていきましょう。埼玉県入間郡の方から、日差しが出てきましたと朝露リポートが届いています。この朝露の反射にね 朝日が映っている、このうまく反射を利用したいただきました。いいですね、この日差しがピカッと届いている様子が伝わってきます。今日埼玉もかなり暑くなりそうですので、危険な暑さ十分に対策を行ってください。以上ここまでは皆さんからの朝一リポート見ていきましたが、そんな埼玉も含めて今日関東内陸部では40度に迫る勢いです。この後関東の暑さについて予報センター山口さんと見ていきます。今日の関東も気温が上がり、関東内陸部では40度に迫るところもありそうです。また東京も猛暑日予想となっています。山口さん、今日も関東かなり暑くなりそうですね。そうですね、はい、危険な暑さと言えるようなところが増えそうなんですよ、はい、でまず、ね、天気の移り変わり予想でご覧ください、はい、今日は関東地方はもう高気圧圏内となりまして、朝から強い日差しが照りつけます、はい、昨日は、夕方前後に激しい雷雨となったんですが、今日雨が降るとするとですね、関東北部の山沿いで、一部、夕立があるぐらいで、平野部の方はもう
基本的に晴れの1日ということになります、はい、でしかもこちらがですね、これ上空の温度の分布なんですけれども、今日の12時の上空1500メートル付近を見ますと、この辺りに24度ラインというのが入ってきます、はい、で24度ライン、これ真夏でもですね、そう出てこないような非常に温度の高い空気で、しかも晴れる、これによって一気に気温が上がっていきます、はい、で今日の天気予報をそして、気温予想で見てみますと、ご覧の通り晴れる中、最高気温が北関東ではもう38度前後、はい、場所によっては40度近くに上がるかもしれません、はい、東京都心も36度、今年一番の暑さとなる可能性があります、はい、でその結果こちらが暑さ指数ですけれども、ご覧の通り濃い紫あるいは赤色、はい、危険レベル、非常に危険レベルというのが関東の広域に及びます。部屋の中にいる場合でも熱中症にかかるリスクが結構出てくるかというふうに思います、はい、今日はですね、不要不急の外出控えていただくとともに、やはりですね、部屋の中にいらっしゃる場合も、エアコンを使ったり、あと水分補給などもしっかりと行うようにしてください、はい、今日は関東内陸部で40度前後迫るところもありそうです。熱中症の危険性非常に高くなっています。こまめな水分補給だけではなく、エアコンの効いた部屋で過ごすなど、声を掛け合いながら熱中症予防を意識的に行ってください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースから確認できます。